皆さんおはようございます。2021年7月23日立憲民主党の副代表の衆議院議員原口和弘です。途中でフリーズしてしまいました。失礼しました。3分ぐらいで止まってたんですね。ずっと喋り続けててもう腹が減ったんで、ご飯を食べます。これがさっき言ってた勝田氏手製のふきの味噌煮ですね。これ安いこの肉をですね、そしてこれは佐賀の お米です。もうむちゃくちゃうまくて、これも何杯でも食べるともうドラえもんに悪いですけど、ブクッとなってしまうん でこれがさっきちぎったゴーヤをですね、卵、これも佐賀さんの卵とあえてですね。でこれが佐賀の麹味噌、今あそこをちぎってきたきゅうりですね。そうですね、佐賀日和です。よくご存知ですね。そしてじゃん、これがスイカのちょっとこの下の部分、黄色いスイカがあったんで、このスイカの下の部分を浅漬けにして、そしてごまで和えたものですね。あ、腹減った。食べながらっていうのはできませんから、少しさっきの続き、ちょうど事務局長さんのですね、事務総長さんっておっしゃるんですが、すごく大蔵省でも尊敬されてる方で、私たち議員にも後輩が多いですね。可愛がっていただいたっていう人が多いです。でもやっぱりああいうリスク管理の場になると、やっぱりこんなもんなんかって、その過去のことを調べられないんだって、それはそうでしょう。だけどそれをこうあの場でおっしゃるっていうのは、よほどやっぱり、お疲れになってるんだろうなと思いますが、私の初代の後援会長の松林先生のように、ご飯を移しながらっていうのも変ですね。道を外して悔い改めた方々を責めるっていうのは、それはもう絶対ないと思うんですね。だけど五輪の憲章に沿って今までやってきたことを後悔することがあったら、まさかあんなユダヤ人の虐殺ごっことかですね、それからもうあれももう虐待ですね、を外に出してるとか、そういったことはもう悔い改めて五輪の精神に誓って、自分の中のそういうものとも戦い続けますって宣誓をすればいいんですよ。過去を変えることはできない。だけどその過去が反省もされずに、逆に言うとこのなんか類は友を呼ぶって言うけど、そういう人権に対して感覚のない人たちがプロデューサーだったり音楽をやってたりするのかなって、それはやっぱり日本としても五輪としても容認できない、当たり前だと思うんですね。だからそのリスクの管理の仕方を申し上げるとともに、そのなんていうかな、そこが見えたって感じですよね。なんか普段はさもこうなんとか大でなんとか賞超エリートって言われてる人たちが、ああこんなもんなんだなっていうのが見えたのが非常に残念だし、国益からしてももう日本として恥ずかしい。今日開会式が強行されるけど、本当に東京都のホームページ見ると、医療が厳しく制限される事態にあると、そういう恐れがあるということが書いてありましたね。東京都の新型コロナ関連のホームページですよ。でその中で感染者がバンバン出て、これ切れる前にもお話をしましたけども、海外から来られた方々も、いやーこんな、なんかもう、その、
とどっかに閉じ込められてね、そしてやらなきゃいけない五輪だったら来なきゃよかったっていう人まで昨日いましたよ。そりゃそうだと思います。無理に無理を重ねてるんですね。それぞれアスリートが一生懸命頑張ってくれて、日本があるいはみんなが実力を発揮してくれるっていうのはすごく嬉しいことだけど、しかしこの五輪はやっぱりないなって。ここまで無理して昨日もサッカーすごく心配ですね。濃厚接触、もう本当に私たちももう名前を言える、普通に私たちと横で暮らしてる人たちが感染してってますからね。特にまあ国会なんで日本全国から集まってこなきゃいけない。いや、集まってこなきゃ法律できませんから、それから監視機能もできませんから。だけどその中でやっぱり次々に感染が広がってる。おまけに今私たちの周りで起きてるのは、高知会悪いけど昔あそこにいたんで、本当にバカ者って言いたいですね。パーティーをやって、でそれで感染が広がってる可能性が多いですね。その秘書さんたちがいる会がクラスターになってるっぽいんですよ。だからもう本当になんとかな、世の中を舐め切ってるっていうか。でこのところいちいちこうなんか公共放送がの危機をこう取り上げるっていうのはできるだけ控えたいと思うけど、すごくこう心配する人が多いですね。例えば成熟時代に価値観が変わったって、それって誰が決めたんですか。世界はそんな風に全然変わってないですよ。日本だけがこの伸びない理由を為政者の都合のいいように流してるだけじゃないですか。どこが成熟社会ですか。需要が振り切れたってことですか。違うでしょ。やんなきゃいけないこといっぱいありますよ。ご高齢の方が増えて、そして単身の人たちが増えて、そこでやんなきゃいけないサービスって山ほどあるじゃないですか。物をね、どん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 追い求めるっていう、そういうライフスタイルは、私も緑の文献改革の中で言ってる通り、変えたいと思いますよ。だけど、それと成長を諦めて、デフレを放置してることとは全く別ですから。そういうその価値観の押し付けっていうのを、から私たちは自由でありたいですね。自由でありたい。山中教授がおっしゃってました。植物を相手にされている生物学者の方が、この自分たちがよくこれを動物でできましたねって言われるんだけど、その哺乳類でこういう iPS っていうのがよくできましたねって言われるんだけど、植物の世界じゃ遠の昔にできている。つまりレンズを変えると、物事を見るレンズを変えると新たなものが見えてくる。その自由をずっと失っちゃいけないなって思いますね。常に自分が見てるレンズ、その見てるレンズについても、どっか外から冷めた目で見て、他の目で見ることができないか。今毎晩機能的財政論をやってますが、これも MMT なり、あるいは財政っていうものをもっと大きな多次元的な 見方をすると、違った地平が見えてきますよ。みんながあれもやりたい、これもやりたい、こうしてやりたい言ってるけど、全部それが財源のところで潰れて、子供たちの命まで、小さい人たちの、特に立場の弱い人たち、困難をたくさん抱えている人たちであればあるほど辛い。それを変えたいと、その変えるためのレンズを提供してるだけなんですね。自由でいようよって。いや、自由でいることによって明るくあったかい社会ができるんだっていうことを言いたい。だからこれもやり続けたいと思います。今日ですね、もう部屋の中に入って今温めた
冬瓜のあの鶏肉味噌煮、これもう食べてくれって言ってるんで、そうですね、人を粗末にしては絶対ダメです。人を大切にし、あったかく明るい、そういう社会を作っていきましょう。お、あそこにみかんが、そうですね、フェアな協議ができないっていうのもね、本当に、だからさっきのあの真意じゃないけども、こういう怒りをですね、この空の風のようにあの吹き飛ばせるだけの、そういうビジョンを示して頑張っていきたいと思いますね。佐賀のみかんも美味しいですよ。こうやってね、これ全部あの小さな鉢にあるのはあれですもんね、あのホワイトアクションで、ね、花のとこだけみんなが胸に刺して、その他のところが捨てられるっていうんだったらかわいそうだと思って、佐賀に青山さんに言ってくれと言ってもらって刺してたのがこんなになるんですね。命って、そう、佐賀のみかんも美味しいですね。今日もあの私たちの先輩方とお話をします。いやー、元気出ますね。頑張っていきたいと思います。それじゃあ皆さん、ちょっと粗末な料理って私が作ったから粗末という意味ですよ。材料はとても大事な命です。あのご覧に入れて失礼しました。一人でねこうやって食べるのも辛いもんがありますけど、東京に行けば子供たちがいるし、まあ音楽家がこっち帰ってくれば彼がいるんで、やっぱりたくさんの人とね、玉ねぎも美味しいですよ。玉ねぎの山ほどいただくんですね。でももうあっという間にあのねなくなってしまいますね。くれって言ってんじゃないですよ。もちろんちゃんとあのお返しもしますし、ブツブツ交換ですもんね。では皆さん、ごきげんよう。あ、それと和田愛子さんにもうとんでもないあのビラ、あれなんか書いてる人のそのなんていうかな、幼稚さとか残虐さとかそういったものを感じて私もゾッとしましたね。あのしっかりとした調査捜査ができるように、あの被害届が出されてればですね、私たちも仲間を守る責務がありますんで、教えてくださった方ありがとうございます。あれはひどいですよ。あ、絶対にあの見つけ出して、あの二度とあんなことしないようにさせないといけませんね。多分今までもやってるんですね、あのやり方は。ちょっとね、しかもこうね、当選できなかった方にあんな風にやるかと、怒りの蛇をに飲み込まれないように、あの正義を通していきたいと思います。それじゃあこっからだと、えい、おいしょ、うわすごいセミ、あ、クーさんだ。うちクーさんがでっかい雲が3匹いて、クー1、クー2、クー3、子供はクモが嫌いで私はヘビが嫌いだけど、クモは全然大丈夫、可愛らしいですもんね。では皆さん、クモ私嫌いじゃないです。あの小さい頃あのクモ飼ってて、あのさっきの八幡様のあそこジグモがいましてね、それであのクモヒロって名前つけて飼ってます。結構ね、クモもね愛情注ぐと答えますよ。じゃあごきげんよう、良い一日を。